三宅 TV 電動アシスト自転車旅チャリで新たなエコ旅というわけで皆さん、はい、こんにちは。こんにちは。リポーターのミオです。島野ひろ子です。はい、今日はですね、はい、JTB さん企画の電動アシスト自転車を使った、はい、このねこの自転車を使った日帰りツアーに参加させていただくということで、はい、楽しみですね。すごい楽しみです、はい、今日はいろんな体験ができるそうですので、その楽しさを皆さんに伝えていこうと思います。はい、はい、今日は二人で楽しんじゃいましょう。はい、行きましょう、はい、ではでは行ってきます。ということなんですけども、はい、今やってきたのはですね、フクロウの焼き物で有名な唐橋焼きの窯元に来ています、はい、はい。今からですね、ここでこうマグカップを作る体験ができるということで楽しみですね。こういうね、土の板を使って作ります。で、これがものすごく大事なんですよ。で、この粘土のコシがないとできないんです。普通これが簡単にできると思うんですけど、合わせます。そしてこちら側から巻きつけていきます。はい、苦む。そのままずっといってくわ。あ、出た。ちょっとだけ OK 取れました。これ、はい、絶対私5ミリ取ってる。私だんだん薄くなってってる気がします。あ、ごめん。切れた？切れた？はい、低い方に寄せるって。今取ってつけてます。聞いてなかったやろ？こちょ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 。まずは、じゃじゃーん！リポネットマークマグカップ。できちゃいました。お揃いです。綺麗に焼けるといいですね。そうですね。出来上がり楽しみです。陶芸体験、唐橋焼きの和歌山先生のところで体験させていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは今から近江八景の一つ瀬田の唐橋の脇を通りまして石山寺に向かいたいと思います。行ってきます。どうぞ。ありがとうございます。行ってきます。気をつけてどうぞ。さて、石山寺までやってまいりました。はい、お楽しみのご飯タイムです。来ました。やった。イエイエイ。お腹減った。今回はですね、石山寺にあります、はい、こちら小松屋さんにお邪魔しております。ここはですね、しじみ飯が名物だそうで、見てください。これいきますよ。パッカ、美味しそうね。この辺石山寺はですね、しじみの貝塚があるぐらいしじみが有名なところらしいので、はい、今回はね、その名物をいただきたいと思います。さ、こっちも開けてみましょう。こっちも開けてみます。じゃじゃん。おいしそう。なんでしょうね。綺麗ですね。あ、見てください。ちょっと染まったもみじがあったりして秋の風情も感じられますね。はい、はい、ではこの後私たちこちらいただきたいと思います。すみません、皆さん、いただきます。めっちゃ面白い。さあ、お腹も満腹です。美味しかったね。美味しかった。眠くなってきました。はい、でもでもその前に、はい、こちら石山寺です。来ました。はい、
今からこの石山寺の中を散策していきたいと思います。はい、行きましょうか。行ってきます。はい、行きましょう。やってまいりましたのは石山寺の本堂です。あちら見えますでしょうか。はい、もう紅葉がね、今11月の中旬なんですけども、はい、もう紅葉がすごく綺麗になってますよ。こちらの景色、常緑樹の緑にすっごいもみじの赤が生えてますよね。はい、とってもきれいです。ではでは先の方に進みましょうか。はい、奥に参りましょう。見てください、はい、皆さん、こちら大きい石がありますよね。これ実は天然記念物なんだそうです。はい、石山寺の由来にもなったこちら景界石ですね。すごい大きいですね。はい、では私たち今石山寺に行って紅葉を見てきたんですけれど、はい、めっちゃ綺麗でしたよね。めっちゃ綺麗でしたね。絶景でした。はい、はい、というわけで続いてこちら京阪の、今度は石山寺駅に来ました。はい、はい、でこれからは終点の坂本駅に向かうんですけれども、はい、来ましたよ。あ、来ました。はい、こちらですね、今日 JTB のこのエコ旅のために用意された臨時列車なんです。貸し切りですよ。貸し切り贅沢ですよね。はい、はい、でこの電車に今から私たちが乗ってきたこの自転車を積み込むんですよ。そうなんです。自転車丸々移動してしまうということなんですよね。貴重な体験です。はい、でも、はい、この自転車を乗り入れられる電車っていうのは実は普段も運行されてたりするんだそうですよ。そうなんですか。うん、知らなかった。今回はねこの電車に乗って移動ということで、はい、電車の中に乗り込みまして、はい、今ノンストップで坂本まで行ってるところなんですけども、はい、もう駅止まらずにゆっくり通過していくなんてね、なかなか新鮮ですよね。そうですよね。ないことですよ。はい、そして後ろの車両には見てください、横倒しになっているチャリンコがいっぱい。これなかなか見れないですよ、この映像ね。すごい。そうそう、そしてですね、今私たちが持っているこちら、はい、おやつなんです。じゃじゃーん。でもね、そう、これただのおやつじゃなくて、うん、開発中のおやつなんですよね。はい、そうなんです。はい、こちらビワチーズという材料を使ったものなんですけれど、そのビワチーズ、なんと濃厚豆乳と、あともう一つ、はい、船寿司が入ってるんです。そうなんです。チーズに船寿司が入ってるってどういうことっていう感じなんですけど、はい、滋賀の名産のね船寿司を使ったこのスイーツ、一体どんな味がするのか、はい、食べてみましょうか。早速いただきます。はい、ではでは、スフレの方からいただきましょうかね。はい、ビワチーズスフレです。はい、なんかちょっと酸っぱい香りがするんですけど、気のせいですかね、これね。癖のある感じがしますね。うん、ただのチーズケーキじゃないですね。あのね、うん、味がめちゃめちゃ濃いんですよ。うん、で濃くって酸っぱくって、でチーズの風味の中に船寿司が不思議、これは不思議。じゃあ今度はパイの方いただきます。はい、こちら塩味パイです。はい、うん、サクサクしてて甘さ控えめで、うん、美味しい。乗ってきましたよ。自転車も戻ってきました。今から紅葉を見に行くそうです。楽しみだね。ね、楽しみだ。さあということで、はい、電車を降りまして、はい、日吉大社の門前町までやってまいりました。行ってきました。はい、ここからはですね、日吉大社の紅葉を見ていこうということでね。はい、天気良くて良かったですね、今日ね。本当に気持ちいいですね。絶好の行楽日和という感じで、はい、もうね、綺麗に染まった深まる秋の紅葉をこれからのんびりと見に行きたいと思います。ここで JTB の広報室の岡部さんにお話を聞きたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて今回参加させていただいて、もう十分楽しませていただいてるんですが、はい、ありがとうございます。本当にあの美味しいご飯あり、はい、お寺を巡ったりね、
紅葉も見れて、電車にも乗れて、はい、本当に楽しいんですけど、はいはい、で今回のこのツアーはどういった経緯で企画されたんですか？そうですね、大津の商工会議所様がですね、はい、今サイクルツアーを、ツアーとして仕立ててですね、いろんな試みを積極的に、されようとしてます。で合わせて我々のですね JTB も、旅チャリというですね、今日皆さんにお乗りいただいた電動アシスト自転車ありますよね、はい、これを使った観光というものをですね、いろいろと試みをしてます、はい、でお互いのですね、そのやろうとしてます内容が、まあ、合致しているということもありまして、共同で今回のツアーということで企画をさせていただきました。ですから今日の出発の大津から、石山寺の方に行って、今日はまあ坂本まで今来てますけれども、はい、この後また大津まで、自転車でまたご移動いただいてということで、あくまでまあ自転車は、ベースとしながらも、京阪電車に乗っていただいたりとか、はい、このサイクルトレインもね、ちょっと本当新たな試みで、自転車、はい、あのね、自転車に乗り込んで、うん、あんな移動するなんて初めてだと思うんですけど、私こういった形で京阪電車に乗るとは全く思ってませんでした。そうですよね、本当に驚きました、まあ、今回貸し切りでね、皆さんに楽しんでいただけましたんで、はい、贅沢でした。まあ、こういったものを大津からお互いにちょっとまあ観光情報として発信をしながら、いろんな人に楽しんでいただければということで、はい、試みをさせていただいております。なるほど、はい、こういうツアーとかっていうのは、はい、これからの全国とかこれから先も展開されるようなことはあるんですかね？そうですね、まあ、全国ではこの、まあ、我々 JTB には旅チャリというのはですね、いろんな地域でやってるんですけれども、はい、まあ、今後はこの大津を中心にですね、滋賀県で、自転車を使ったまた楽しいツアーをですね、はい、まあ、商工会議所様でありますとか、はい、他他他いろいろなですね、企業様も含めて協力をしながら、はい、企画をできればというふうに思っておりますので、はい、またぜひご参加いただければと思います。ぜひ参加させていただきたいです。はい、はい、岡部さん今日はありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。ます、まだまだ工程ありますので、はい、この後も楽しんでください。ありがとうございます、はい、皆さんお疲れさんでした。まあ、行く届かない点もあったかもしれないけど、まあ、無事ね、怪我もなくて、はい、ちょっと時間はめちゃめちゃ走りましたね。一日走ってましたね。本当に充実した時間を過ごしてまいりましたよ皆さん。あ、ね、来ました。大津駅の近くのセティビッグの、ね、はい、から始まって、走って走って琵琶湖岸の渚公園を走ったり、はい、まず最初に、はいはい、あとは、唐橋焼の窯元に行って、はい、石山寺に行って紅葉を見て、で電車乗って、しじみご飯も食べました ね、 ね、もうその他にも本当にたくさん行ってきた、はい、もう紹介しきれるかどうかちょっと不安なんです。そうですね、すごい盛りだくさんだったので、ね、今日一日でちなみにどこが印象に残ってますか？やっぱり日吉大社、綺麗でしたね。紅葉の名所ということもあって、うん、すごい赤が生えてました。はい、はい、私が印象に残ったのはやっぱりね、今日一日ずっと乗ってた自転車です。めちゃめちゃ楽ですよ皆さん。一回乗ったらね、忘れられなくなっちゃう。もう欲しくなります。そう、はい、自転車って漕ぎ出す瞬間と坂道ってしんどいじゃないですか。そう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 、そういう時にグンってグンって押してくれるんですよ。背中ポッと押されるぐらい軽いんですよね。これはね、はい、私かえって自分の自転車乗るの怖いです。本当に漕げなくなります ね、 ね。でも本当に盛りだくさんで、もう言いたいこといっぱいあるんですけども、はい、ぜひ今度は皆さんに体験していただきたいと思います、はい、もうこの体で風を切るっていうのをぜひ体感していただきたいです。はい、気持ちいいですよ、ね、行楽シーズンもありますし、はい、四季折々でね、うん、それぞれコースも違うかと思いますので、はい、あなたの街で こういったね、機会があればぜひぜひ参加してみてください。はい、というわけで今日は私、はい、ミオと島野ひろ子がお送りしました。はい、ありがとうございます。ではまたお会いしましょう。じゃあ最後にあのポーズで、はい、行きましょうか。行きましょうか。せーの、美和系。